おはようございます。パチトライターの生駒たけしです。さあやってまいりました。こちらは大阪天王寺ホールさんでございます。まあ必勝本の YouTube ではおなじみのホールだと思いますけども、僕も久しぶりにやってきました。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。リアルガチというこの企画なんですけれども、やってるよね。はい、ガチで立ち回ってもらおうっていう、ひょうくんから始まり、はい、はい、松間さん、そしてラッシーさん、そしてさんついに参戦というところでございまして、企画としてはですね、会社から支給された10万円を、100万円にしてこのホールで、そしてその、100万円でお世話になった、ね、あ、そのくしゃくしゃ僕ね、そうなんです、カバン持ってないんでポケット入れたらくしゃくしゃになりました。ごめんなさい。すげえなー。おわ、100乗せてる。はい、948ゲーム1回目の初当たり。あー、ダメだ。もっと、おは、素晴らしい。66ゲームなんて完璧なエンディングでしょうか。3000枚か。だから10万スタートして6万1000ってことは39本へこんでるってことやんで、はい、これ全て誰のせいですか。これは松間さんっすね。ああ、まあまあまあ、予想通りじゃないですか、そこは、はい、しょうがないです、まあ、一発狙う男なんでね、はい、けど、まあ、抽選も終わったところなんですけど、はい、めちゃくちゃ人多いんですよこれ。だから朝一、まあ、僕66番やったんで、まあ、何かしら取れるんですけど、その台がダメだった時どうしようかなっていう怖さが今あるんで困るよね。だってジャグラーとかもこれ埋まるよ、この人数いたら。あ、むしろジャグラーの方が結構人気なんで、このボール。バルブレイブも人気だしね。そうですね、はい、どうしよっかな、まあ、僕はバルブレイブからっくり系打たないん で、まあ、そこそこ強めのモンキーなんか66番いけると思うんで行こうと思います、はいはい、それダメやったらどうしようかな。パチンコとかもいいの。いや、パチンコはダメです。あの、パチロ一生本なんで。すごいよ人。これ無理やで。ほんまに。武さん的には、はいはい、今日の目標としては、あ、目標はもう決まってます、はい、あ、39本へこんでるんで、はい、リセットする気持ちで12持っていきたいです。おお、なるほど。12持っていって次のライターさんに気持ちよくバトンタッチしようかなと思ってますね。はい、はい、じゃあそれを目標に今回。これだ、自分のお金じゃない、もうこのお金だもんね。もちろんそうです。変な気持ちで打つな。ただそれなくなったら、あの、次回から次回の人が自腹になっちゃうんで。いきますか、とりあえず。はい、頑張りましょう。はい、頑張ります、マジで。よろしくお願いします。あった、モンキー引く。このデータ表示器見づらいねんな。消毒いらんねん。消毒って書いてる。これ。あ、ここでいいや。あ、ソラスター。これ一台だけ罠やん。これ一個。いいよ。さあ、というわけで、モッキーターン来ました。まあまあ、66番だったんで。とはいえね、ギリギリ最後1台2台しか残ってなかったんで、ギリギリでしたね。もう早速打っていきたいと思います。はい、このお金を増やせるかどうかね。まあ、モンキー行った理由として、まあ、一番目立つ島にあるっていうのと、普段から稼働があるっていうところと、こういろいろね、調べた感じだとモンキーもベース高めなんで、普段からそれでちょっとワンチャン狙っては見たんですけど、まずいぞ。残ったお金がね、6万っていうのがめちゃくちゃリアルなんですよね。ちょっとね、10万ぐらいには戻したいなっていうのが本音ですかね。
剣自動機のねあの画面が障害ゲームは 80% 以上なんで、まあ、活動口スペシャル以上これは本当に伸ばしたいな。頑張って何もこーん朝一リセテン食らってちょっとなんか落ちてくれ。まずいまずいってやめてくれほんまに。あこれはいける。大時計カット今激アツでここで、女性カットイン。さあ次が何色。あ八これ道具 C の可能性あるな。赤緑緑のこれっすね。これ赤緑緑のまあ4番ばっかりやん。今日チャンス目。いやまずい 80% が終わる。あー終わる終わる。マジかおい。はーやっておった。隅にかけるしかない。弱ね。はい。いやー頼むよ隅来て隅。いやーダメか。来い。あった。で緑多分赤緑緑はもうほんまにこれ道具やと思う。まあ何も来ない。どうしたおいどうしたどうしたどうした。あれ道具じゃない。これ愛知の巨人あるぞ。じゃあこっちは一回帰るよ。おめでとうございます。いやマジで。いやーやめろおい。キャンタロいやーこのまま終わりたくない。あちょここで緑はない。あーこちゃんこれは赤に変わる。ほらパイスの巨人だ。いやーガモーサムか。いやーこれまずい。これまずいぞマジでまずい。ガモンさんが来た。当たる。跳躍跳躍で
まず跳躍跳躍ジャッカー、いやー、あお今日バカスケいかない、お開始画面の V 狙い、あっちここまで来てそれはない、上乗せもゼロ、隅で来てくれたら嬉しいけど、96ゲーム全部で何本 ?32 地獄やな、おいマジで何やこの展開、何じゃいそれ、もうシナリオマジで何でもいいから上乗せしよう、ほんまに、モンキーがちょっとね全くいいところなしで、あのまま打ってたらチャブートのお金全部なくなりそうなんで、ただね伝わるかなこの稼働この企画自体が立ち回りで勝てっていう企画なんですけど、もう店移動したいですぶっちゃけぐらい人がいっぱい、忍びワンチャンないかな、うわーこれ宣言3日ハマってんのか、忍び打ちます、さあ、なんとか時代を見つけまして、まだワンチャンあるかなっていうところの忍び魂、すみません、そうですね、3万2000円使って今持ち目で138枚、もうラストチャンスを持って、はい、頑張りたいと思います、
僕ね導入されて、まあ、直後ぐらいからなんか謎に好きでね一時期売ってたんですよ。ただ今日打つのはだいぶ久しぶりです。この台実は面白いんやでっていうところを見せたいです。もうだいぶ忘れてるけど俺も。さあ前兆ゼロになって前兆ですね。ここでステージが移行して、チャンスゾーン打ち込めるかどうか。チャンスアップはなし。おっ寄るってことは超高っすね。ここで、まあ、チャンス目なりでややく、まあ、チャンス目引くとね直撃修正も確かあったこの兆候だと、まあ、レア役なんか引いてここからチャンスゾーンに持っていきます。これはだからチャンスゾーン前のチャンスゾーンみたいなところですね。残りが13ゲーム。もう引けるとはもったいない。いやちょっと厳しいかな。何も引けなかったけど行ったけど行った。さすが長考。もうリプレイ以上ですね、まあ、ハズレ以外で敵を倒して、回数を上げていく。よし4体よ。粘ってます。この台ね、このチャンスゾーン、まあこれチャンスゾーン中なんですけど、ここでコインをねめっちゃ消費するんで、このゲーム性がちょっと微妙っちゃ微妙やな。耐えろ耐えてくれ。よし耐えた。よしかまんまなくはないんでね。チャンスアップ1個欲しい。出役引いた。もうマジでちょっと余裕ない時それはやめてくれよ。お、これチャンスゾーン。いや、直撃した。こっちか、まあ、何にせよねレア役引かないと始まらないんで、一応ねベルフリーズワロスとかもあるけども、ダイトといえばねあるんですが、やっぱレア役、まあ、あとは左ファーストの色ナビですね。でリーチ目広角修正してるんで、中津、あ、これは楓チャンス。頼む楓、楓ここ出てきて楓、楓来ないんかい、来ないんかい。ここ設定差あるんでね、若干初当たりでセット数持ってくるの。さあここは10ゲームか降格、レア役いけば必ず上乗せ、まあおまけっすね、おまけ。もう一つね、大赤月だっけな、
そこだったら上乗せれば必ず3桁乗った。何すめ、まあ贅沢と今スイカ揃ってくれてた方がでかいですよね。ゲーム数は乗るゲーム数がね、こんな1回チャンス目で、出るふり。おめでとうございます。3点だですね。さあ、総投資がですね39,000円。ここから逆転ののろしが上がるかどうか。いきます。200でかい、ありがてえ、これは嬉しい。さあこっからです。この200をおい乗らせろよ。この200を行かせれるかどうか。ようやく取れたかって言ったら、で1個、え嘘でしょ1個だよ。えマジで、ちょっとおい狙わせろって。いやマジスイカやったかな1個ってことは。いや400ゲームある。ま、マジで、ま、マジで頑張りどころ。ボラス来い。まずこのね乗せるのは当たり前で大事で、青7狙ってそうですね、神速ここ入れれるかどうかもうほんと大事なんで、乗らないし7狙いも出ない。なんじゃこれ、なんやこれ。ようやく来た。チャンスアッパー出てない。よっしゃ、いいよ、やった。いや、エクじゃない。押します。ちょっと何も起こせなかったけど、まだゲーム差199あるから。いやー全く乗らないし全く狙い来ないな。なんじゃこれ。ん？これ終わったかな。いやー今ちょっとショートロックしなかったですね。セット数はなさそうやな、さすがに。単発さあ実践も終了です。総投資39,000円、回収が1251枚となりました。まあなんとか取り返したけど逆転できるかと思ったんですけどね、200200のした時はちょっと伸ばせれなかったです。申し訳ない。さあというわけで実践終了でございます。まあ見てくれた人はねご覧の通りちょっと、取り返せなかったです。ただなかなかいい戦いしたんではないかなとは思いますね。モンキーがちょっともう1位以下の挙動というか本当ひどかったんで、まあ、
最初のね一発目愛知の巨人取った時に6連したけど上乗せ多分10ゲーム1回とかだったんで、あれがちょっと痛かったかなっていうところはあります。でまあ挙動的にも周りも天国以降も悪かったりとか、まあ、分からんちゃ分からんけど、まあ俺が朝一お発展食らってその後またゲーム数店長行ったりもしたんで、さすがに打てなかったですね。でまあ、人が多い中機材を見つけて、忍び、まあ、ワンチャンとかの、まあ、だいぶ規模は薄かったんですけど行ってみようということで行って、でまあ200-400の400のしてまくれるかなってほんまに思ったんですけど、ちょっと神速も1回だったりとか疑似ボゼロだったりとかで、とりあえず1300枚400枚ぐらいまではね出して、はい、でまあ、一周決めだけ見てやめて、次の人誰になるかわからないですけど、アドバイスとしては、人が多いとどうしようもできないんで一発目の台慎重に行った方がいいと思います。自分も慎重に行ったんですけどね、まあ、しょうがないですそれは、はい、でまあ当たり前ですけどバルブレイブがもう大阪中のみんなが知ってる通りバルブレイブめちゃくちゃ強い店なんで、4万5000円でバルブレイブが、グッカー、いや俺は行ってほしいですね。もうここでジャグラーとかなんか行ったところでっていうのは正直あるんで、こういう時こそね勝ってる時に松間とかに引き継ぐより結構こう崖っぷちの時に松間とかに引き継いだ方が何か起こしてくれると思うんですけどね、はい、まあまあ誰になるのかわからないけどバルブレイブ行ってください、はい言ってください。もう 誰か知らないですけどバルブレイブで、巻き返して、はい巻き返してください、はい、僕はちょっと今日無理でしたね、はい、すいません、まあ、そんな感じで、それだけです。もう一回だけ言います、バルブレイブ言ってください。今日はありがとうございました。そして次の人頑張ってください。応援してます。